FM 小座をお聞きの皆様こんばんばはは時、えー、時刻は午後6時2分を回っております、えー、この時間は、えー、リスナーのラジオネーム中野町の和樹が、えー、これから1時間夜7時までですね、えー、生放送で、えー、グランドスタンド小座という、まあ、スポーツ系の番組を、えー、お送りしてまいります、えー、もちろんこの番組でもですね他の番組と同様、えー、メール、まあ、メッセージの方を募集しておりますメールアドレスは 1> 1メールアドレスは761アットマーク FMKOZA.JP です、えー、ファクシミリは0 9 8 9, の9の8 3六の8653だったかな098934のハロー小沢までお送りください、えー、またこの番組ですね、えー、FM コあの沖縄市 FM ラジオあの沖縄市を中心に FM ラジオ76.1メガヘルツで、えー、お聞きいただけますが、えー、地上波の電波が入らない地域の皆様にもですね、えー、ネットの方、えー、ツイキャスト、ユーストリームで同時配信しておりますので、えー、電波が届かない地域の皆様はそちらの方でお楽しみください。はいえー、と新年、まあ、2018になりまして1回目の放送となりました。えー、皆さん えっとですね、この番組のえっと生放送去年が12月の24日に生放送の方がえ終わりましてその後31日にあのマナのラフラジオのマナさんが収録で担当してくれましたけどもその間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ちょっとね、あのー、小座自体が お休みだったということもありまして、えー、少し寂しい思いをされたリスナーさんもいるかもしれません私もその一人でありますけども、えーっとですね、それでは、えー、早速ですね天気の情報をお伝えしてまいりましょうはい今週末はですね え少し雨模様となっておりますけれども、えー、まあ今夜明日の天気予報を確認しておきましょう沖縄気象台によりますと、えー、沖縄地方は前線の影響で曇りや雨の天気となっております、えー、7日の沖縄地方は前線の影響で曇りや雨の天気となるでしょう、えー、明日8日の沖縄地方は前線の影響で荒れた天気となり えー、沖縄本島地方と先島諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです、えー、明日八日は、えー、沖縄本島地方先島諸島は雷を伴い、えー、激しい雨の、えー、降るところがある見込みです八、えー、日の夕方頃からは北西の風が強く吹き沿岸の海域は波が高まるでしょうという予想が出ておりますね、えー、本島中南部の詳しい天気ですけども、えー、今夜 南東の風やや強く雨夜遅くに曇り波は1.5メートルです降水確率は60%です明日8日はですね南東の風やや強く後北の風強く雨ところにより昼過ぎから夕方にかけて雷を伴い激しく降るでしょう波は1.5メートル後3メートルになる見込みです 降水確率、午前零時から六時までが六十パーセント。朝のですね、六時から夕方の六時まで70、七十パーセント。午後六時以降は六十パーセントになる見込みです。明日朝の那覇の予想の最低気温は十七度、日中の最高気温は二十・三度を予想しております。えー、そして、あさって九日は、ですね。北の風強く、後やや強く、曇り、一時雨で、波は三メートルになるでしょう。 まああの木曜日金曜日にかけてですね最低気温11度という予想も出ております、えー、皆様あのあの寒さの対策きっちり行いましてまあ仕事やあの学校に向かわれるようお願いいたします、えー、それではね今日は各社あの成人式だったりこの雨という状況なので道路の方も確認しておきましょうまずは高速道路沖縄自動車道はですねうん。 中部の方は目立った渋滞混雑とはないんですが、沖縄自動車道下り、まあ名古屋向けの車線ですね。西原ジャンクションに、西原ジャンクション付近に故障車があるということです。沖縄自動車道下り、西原ジャンクション付近で故障車があるということです。また名古の付近ですね。九田インター近くでは両方向とも、 橋のこれは補修作業による対面通行があるということでえ名護のほうに向かわれる方はえと注意してえとお通りください。さあえそして本島中部、一般道の方も確認しておきましょう。出ますでしょうか 本島中部の一般道ですね。えー、この時間、まず、えー、東の方から確認しましょう。国道三百二十九号線、まあ、中部では、えー、今のところ目立った渋滞、混雑はありません。えー、国道三百三十号線は、えー、那覇向け、石田交差点付近で渋滞が発生しております。えー、国道三百三十号線、えー、石田、えー、ですね。 中ナハムケが渋滞しております、えー。それからその先の普天間交差点でも少し渋滞が発生しているようですね。えー、そして、えー、国体道路付けらんから津田にかけての道そして、えー、いつもは渋滞のマークが出ております前原王者な間も今この時間は、えー、目立った渋滞混雑の方はちょっとないようですね。 ちょっと珍しい感じがしますけども、えー、そして、えー、西海岸国道58号線は浦添市、えー、那覇向けは牧、えー、港付近で渋滞が発生しております国道58号線那覇向けの車線牧、えー、港交差点付近で渋滞が発生しております、えー、逆にですね名護向け北向けの方はぐすくま交差点付近で渋滞が発生しております えーっとですね、FM 小沢があります沖縄市中央パークアウェニュー入口国道335線あもうすっかり暗くなりましたね日の入りが先ほど、えー、夕方5時53分ということもありましてあれから17分、20分弱になりますがすっかり暗くなりました、えー、車もしっかりライトがついてますね雨は今のところ上がっておりますが少し風が吹いております、えー、沖縄市現在気温が18.1度 湿度が88%気圧は1017ヘクトパスカルということですえー、っとですねまあ道路の状況をもう一度確認しますとまあ、普段よりも交通量多いですが今のところ渋滞混雑といったほどではないですねまあちょっと2,30分ほど前にですねあの小屋十字路付近通りましたら こうパトカーが何台か止まっておりまして少しそれでまあ混雑している感じがありましたけど今のところ小屋北交差点の方ではスムーズに流れております以上、えー、天気と交通情報をお伝えしましたあなお明日の日の出は、えー、7時午前7時18分ということです 時時刻はは分を回っておりますそれでツイキャスの方にコメントが届いておりますのでご紹介しましょう。まずは詩人ッ Z さんからですね、えー、明けましておめでとうございますということですね、ありがとうございます、詩人ッ Z さん、このあとまちづくりラジオ、ね、久しぶりの放送がありますけども、このあと夜7時から放送ありますのでよろしくお願いします。えー、そして NUJ さん、えー、こんばんは、明けましておめでとうございます。えー、今年ももよろししくお願いいいたしますはい、もう あの前回のですねえ放送ではあのラクロスとは高校アメフトについての,あの長いあのレポートのメールを送ってくださいました NUJ さん、本当にありがとうございましたえそして NUJ さんから引き続きですねコメント届いておりますえさて2018年年末年始は初詣以外スポーツ観戦の日々でえこの3連休もスポーツ観戦三昧ですえ今日もスポーツ満載。 えただいま CS のフジテレビ版では冬の春高バレーのテレビを観戦中ということでえ女子の準決勝は、金蘭会が下北沢聖徳の連覇を止めインターハイ覇者の東九州龍谷はフルセットの死闘を制しおっとここれはこの後も続きそうですね NUJ さんは今日う春高バレー1日中かじりついているということで、ね。 えっと、テレビから離れられないような状況だと思いますけどもそれでは早速あのスポーツの結果をお伝えしてまいりましょうまずはバスケットボールの天皇杯からお伝えしましょう、えーまあ、先ほど NHK の E テレでも放送がありましたが、えー、埼玉スーパーアリーナで行われておりましたバスケットボールの天皇杯今日は男女の決勝が行われました、えー、まず先ほど行われた男子ですけども、えー、千葉ジェッツが、えー、89対75で シーホース三河を破っております、えー、千葉ジェッツが、えー、89対75でシーホース・ミカオを破りました、えー、これで千葉は去年も勝っているの2連覇達成ということになりますかねえー、っと千葉のエドワーズが 20,、えー、20ポイント10リバウンドの活躍を見せたということだそうですえー、っとですね優勝賞金3000万円 <laughs> 千葉ジェッツに入りました <laughs> おめでとうございます えー、一方、女子ですけども j x エネオスが今年もですね取りましたね84対62でデンソーアイリスを破りまして、えー、j x エネオスサンフラワーズが、えー、っとこれで5連覇22回目の優勝を飾っております、えっと昨日の準決勝をちょっとテレビで見てたんですけどもデンソーの選手にあのあ赤穂ひまわり選手でしたっけなのので勝手に自分はあのー ひま、この伝ソのひまわり選手と j x n e o s サンフラワーズ、まあ、サンフラワーはあのひまわりっていうんですけどもそれにかけましてひまわりダービーなんて勝手に名付けてましたけどね反応はありませんでしたねツイッターでは <laughs> ま,あま,あま,あまあまあまあね富士通レッドウェーブとしてはき昨日負けたんですけどもあのまあ昨年の川崎フロンターレの J1 制覇そしてえっと富士通フロンティアーズの あのライスボール制覇もありましたので、まあ、あの神奈川県川崎市を本拠地に置いております、まあえー、スポーツチームにとってはこれで3冠になるんじゃないかと少し期待はしてたんですけど、ね、あそうそう男子の方もも、ね、川崎のチームが頑張ってましたけどもあと一歩ね3冠までには届きませんでしたね,、えー、っとですね女子の方の優勝賞金500万円だったかなちょっとあの確認できなかったんですけども。 ね、もうちょっと上げてもいいんじゃないかなって個人的には思いますけどねサッカーの高校杯も含めまして <laughs> で、えー、とこの j x ネオスの連覇というのは、ねえー、NHK スポーツのツイートによりますと日望平野以来49年ぶり半世紀ぶりの記録になるんだそうですまあねちょっと日望平野日望貝塚とかと関係あるのかなまあねそこら辺ですよね まあちょっと今先ほどちらっとネ,あのネットの方で調べてみましたら、まあ、ユニチカになるんだそうですね、この日望のチームというのは。で、えーとまあ、あのバスケがこの平野で、バレーが貝塚で、えー、なんでしょうバスケが尾崎、バレーが鬼の大松みたいな <laughs> そういう時代が <laughs> あったそうなんですけども。はいえー、まあ女子バスケは JX れれ、えー、このあの後また B リーグ W リーグとありましてね今年はまあ今月来月か、えっと、沖縄県、沖縄でもですね W リーグの開催がありますので是非、あのー、沖縄体育館でもあったかな、ね、調べてちょっとチケットの方を買ってこようかなって思ってはいるんですけどもね。 はい、えー、っと、続いてですね、ハンドボールの日本リーグに参りましょう、えー、昨日、えー、女子の4試合が行われておりますき、えー、日う6日です、ね、試合結果が入っておりますね。えー まず小松総合体育館で行われました北国銀行対オムロン27対15で北国銀行が勝ちましたブラザー体育館で行われた HC 名古屋対ブラックブルーズ19対17で名古屋が岐阜のブラックブルーズを破っております近畿大学記念会館大阪ラビッツ対アランマーレ28対20で大阪ラビッツがプレステージインターナショナル,インターナショナルアランマーレを下しております えー、鹿児島県の姶良市総合運動公園体育館ソニー SC 対三重バイオレットアイリスは20対17で、えー、ホームのソニーが三重バイオレットアイリスを下しております、えー、女子4試合明日8日も行われます、えー、ブラザー体育館で H、C、名古屋対オムロン飛騨、えー、高山ビッグアリーナで飛騨、えー、高山ブラックブルーズ、まあ、岐阜のチームですけどもこちらとアラン・マーレ 三栄、えー、ワークス住吉スポーツセンターで大阪ラビッツ対北国銀行、前田ハウジング東区スポーツセンターで広島メイプルレッツ対ソニエスの試合が予定されております、まあ、琉球コラソンは、えっと、今月、ですねあの韓国の高校のチームを誘致したりですねまた、あのー、日本リーグの、えー、っと4チーム集めまして、まあ、コラソンを含めて4チーム集めましてウィンターキャンプを。 開催する予定ということでぜひあの詳しいことを知りたい方あのハンドボールファンの方がいましたら琉球コラソンのホームページウェブサイトで確認ください、まあ、なんかコラソンとしてはこれ,これを機にまあ来年以降ですねオープン戦というかこういったウィンターカップ的なことをやっていきたいようなことをまあ文明に書いておりましたけども、はいえー、ハンドボールの今週末の女子、えー、の結果を中心にお伝えしました。 それでは、六時十九分になっておりますので、一旦お知らせにいきます。F. M. 講座からグランドスタンド講座生放送でお送りしております。 沖縄市の座座からグランンドドスタンド小座生放送送でおおりりしております。ツイキャスの方にコメントが続々届いておりますのでご紹介しましょう、えー、NUJ さん先ほどのですね、えー、春高バレーの続きいきましょう、まあ、女子の準決勝は金蘭会が、まあ、大阪の金蘭会が下北沢成徳の連覇を止めて、えー、引退杯、8社の東九州隆国、まあ、大分のチームですけども東九州龍国がフルセットの死闘を制しこの後がちょっと見えないんですね。 まあ制したとということですねでそして、えっと、男子ですね、今行われているあの準決勝第2試合、インターハイの男子王者、熊本の鎮西が第1セットを取りました、相手は監督とコーチが夫婦の山口代表、高川学園、山口県勢は女子も精鋭が準決勝進出で、こちらはエースのジャスティスが大活躍も第5セット、最後で無念の負傷交代。 マッチポイントで、うわー、これまた切れて、なんだろう、ね、コメントがちょっと長すぎたようで <laughs>、ごめんなさい、あのー、えふんさんのツイキャスに反映されておりません。まああのー ね、今日は朝からのフジテレビワンの方でずーっと中継がありまして、先ほどまあフジテレビ地上波でもこの女子のハイライトが放送されておりましたけども、ドラマチックな試合が、えー、東京体育館繰り広げられているようです。えー、そして、えー、ルドルフさんからもコメント届いておりますね。はい、再明けおめことよろです。かずきさん、はいおめでとうございます。ルドルフさん、えー、っとですね、告知をお願いします。 えー、沖縄県車椅子サッカー大会が、えー、3月25日、緊、え、町、ー、体育館で開催されますということで、はいえー、コメントいただきました、えー、沖縄県の車椅子サッカー大会、えー、3月25日に緊町体育館で、えー、開催されますということで。レドルフスーズさんからの えー、情報をいただきましたありがとうございますえー、そしてミッキーさんですね、えー、明けましておめでとうございますえー、東京からミッキーですサッカー界では高校サッカー男子は明日決勝で、えー、女子は今日、えー、決勝で、えー、藤田純心が優勝しましたねということでコメントいただきましたありがとうございますね。今日明日、えー、高校の、えー、チャンピオンが 決ままっていく、まあ、作家会でありますエ、ね、ルドルフさんありがとうございましたということで、はい、こちらからもあ,ありがとうございます、ね、情報を、うん、えっと届けてもらいました、えー、っと続いてはですね、えー、ラグビーに参りましょう、えー、大学選手権の決勝、えー、こちらもですね先ほどテレビ、まあ、NHK の総合であとラジオ第1で、えー、行われあの放送されておりましたけども、えー、大学選手権の決勝 がの宮ラグビー場で行われました、まあ、今年は日本選手権大学のチーム出場がないということで、ね、これが、あのー、こ目標とする大きなタイトルとなるんですけども前半は明治が、ね、リードしてたんですけども結局最後は21対20わずか1点という点差で帝京大学が明治を下しましてこれで9連覇を達成したということです。 いやー今年も逆転でした。あ逆転と言いますか、あの、提供がね、勝ちましたね。しかも逆転。いやーね今後、どうなっていくんでしょうか、このカレッジラグビー界も。いやーまさかね明治があんなに、<laughs> ねえ、 前半リードしていたのに、あ、えっ、ー、とミッキーさんからのコメント届いております。ラグビー見てましたよ。帝京大と明治大学めっちゃ面白かったということで。ねえ、もうこの <laughs> 大学選手権と高校女子サッカーとえっ、ー、とバスケの天皇杯が同時刻にやってるんでね。あ,あとハルコバレアカ。もうどこを見るかちょっともう。 ね、苦しみながら <laughs> あの本当にリモコン壊れるんじゃないかって実際最近壊れてるんですけどねうちのリモコンあの <laughs> それくらい、えー、っとどの試合も <laughs> えっと注目してたつもりなんですがあまり頭に入ってきてないですね <laughs> はい、えー、今年の大学チャンピオンは、まあ、今年も帝京が、えー、優勝し、えー、9連覇を達成しております、えー、一方ですね社会人トップリーグですけども えー、総合順位決定トーナメントを兼ねました日本選手権が、えー、昨日ヤンマースタジアムで行われました、えー、第一試合はトヨタ自動車対パナソニック17対11で、えー、パナソニックワイルドナイツがトヨタ自動車ベルブリッツを破りました まあ、女子バスケの、ね、トヨタ自動車アンテロープスも敗れたんで、まあ、このアンテロープスの,この悔しさ借り、まあ、を返すというか悔しさを晴らすためにベルブリッツ頑張ってくれるかなと思いますけどあと一歩届かなかったですね、えー、パナソニックが検証進出を決めておりますそしてもう一試合、えー、サントリー・サンゴリアスがヤマハ発動金に対しまして49対7圧勝ですね、えー、サントリー・サンゴリアスがジュビロを下しております えっとですね、日本選手権の決勝は1月13日午後2時15分キックオフで、えー、っとですね、えー、サントリー対パナソニック、えー、この、えー、放送はですね NHK の総合とあとラジオ第一でも放送があるということです。はい、えー、来週もラグビーのラジオ中継ありますよ。ぜひあの時間ある方は FM 小山にも合わせつつ <laughs> 両。 FM 小座お聞きの皆様こんばんばはは時、えー、時刻は午後6時2分を回っております、えー、この時間は、えー、リスナーのラジオネーム中野町の和樹が、えー、これから1時間夜7時までですね、えー、生放送で、えー、グランドスタンド小座という、まあ、スポーツ系の番組を、えー、お送りしてまいります、えー、もちろんこの番組でもですね他の番組と同様、えー、メール、まあ、メッセージの方を募集しておりますメールアドレスは 1> 1メールアドレスは761アットマーク FMKOZA.JP です、えー。ファクシミリは098936の098934の8653だったかな。098934のハロー小沢までお送りください、えー。またこの番組ですね、えー、FM コあの沖縄市。 もう1試合、ですね山口の精鋭対大分の東九州龍谷はフルセットのせ、セットカウント3対2で東九州龍谷が決勝進出を決めております一方、男子の準決勝ですけども先ほどまで京都の洛南対東京の東亜学園が行われておりましたセットカウント3対1で洛南が東亜学園を破っております。そして熊本の 山口の高川学園で当たってますかね、読み方、うん、の試合は現在、あの試合途中ということで、えー、CS のフジテレビ版で、えー、中継が行われているということです。NUJ さんからなんですけども、この、えっと、女子準決勝、山口誠英対大分東九州流木、まあ、フルセットの末、えーまあ、マッチポイントを取ら,取られた後に、まあ、精鋭のジャスティスはコートに復帰したのものの、 まあ、あの決勝,勝利、決勝進出には及びませんでしたということであのコメントをい,ただいております、まあ、本当にいろんな思いを持ってね、まあ、こう2セットな、長くて3セット、まあ今日は準決勝なのであの3セットは必ず勝つことができるんですけどもおそして速報が入っております鎮西第2セットも練習したということです。えー、準決勝男子の準決勝第2試合、えー 人税が一、えー、第一セットの続き第二セットも取ったということです n、U、j さん速報ありがとうございました、えー、さてバレーボールは、えー、V リーグの方も試合行われております、えー、今日は男子のプレミアリーグ四試合が行われておりますえー、っとですね、まず広島グリーンアリーナ、えー、トーレ対堺はセットカウント3対二で、えー、トーレが堺を下しております JT サンダース対 えー、JTEC、えー、とです、ね、まだあのスコアの方入ってきてないですね、えー、そして、えー、新潟市東総合スポーツセンターで行われました、えー、豊田合成対サントリーセットカウント3対2フルセットまでもつれまして豊田合成がサントリーを下しております、えー、新潟でのもう1試合パナソニック対 FC 東京セットカウント3対0でパナソニックが FC 東京に対してストレート勝ちを収めております さあえー、っとですね V リーグ、今日は女子の方はどうだったでしょうかプレミアリーグの女子はいお待ちください、今、あのウェブサイトで V リーグのウェブサイトで確認しているところなんですけども、えー、1月7日、きょうはです、ねえー、岐阜の メモリアルセンター出会いドームと、えー、大分県立総合体育館の 2,、えー、2つの会場で、えー、合計4試合が行われておりました、えー、まず岐阜の第1試合、上、え、尾、ー、対 JT はあフルセットですね3対2で JT マーベラスが上尾を下しております、えー、第2試合のトヨタ車体と、えー、東レの試合結果はまだ入ってきておりません、えー、大,分大分での2試合、伝送対日立3対0で伝送がストレート勝ち NEC 対久光製薬は3対0久光製薬が NEC に対してストレート勝ちを収めておりますそして V チャレンジリーグ男子のチャレンジリーグ2ですねチャレンジリーグ2今日試合行われているはずなんですけどもミキさんのところどうだったかな兵庫デルフィーノは今日は長いのかな試合がうんデルフィーノはちょっと 見当たらないですね。明日試合が行われるようですね。はい、えっ、ー、とー3試合のうち2試合の結果が入ってきております、えー、今日は近畿大学の記念会館の別館で試合が行われていたようですね、えー、まず、あのボレアス北海道対近畿クラブスフィーダーえー、セットカウント3対2で、えー、ボレアス北海道がフルセットの末、えー、勝利を収めております、えー。そして千葉ゼルバ対東京トヨペット。 セットトカウント3対1で千葉ゼルバが勝ちました奈良、えー、NBK ドリーマーズ対ビアティン三重の試合結果はまだ入ってきておりません、えー、明日8日午前10時からですね近畿クラブ対東京ヴェルディ長野ガロンズ対奈良 NBK ドリーマーズ兵庫デルフィンの対ビアティン三重の試合が同じく近畿大学の記念会館で行われるということです、まあ、あのプレミアのの女子のお話に戻します。 えー、JT マーベラスが V リーグファイナルステージのファイナル6の進出を決めておりますえー、っとですね JT マーベラスがファイナル6の、えー、出場が確定したということですさあツイキャスとメールは今のところまたこう 新しいい入ってきてきないようですね続いてアメリカンフットボール、えー、1月3日のライスボールで、まあ、富士通フロンティアーズが、まあ、日本今年も日本一だったということで、まあ、国内のアメフトシーズンも、えー、お休みになりましたけども NFL はまだ続いております、えー、プレーオフが、えー、昨日から始まっておりましてワイ,ルドプレあワイルドカードプレーオフ、えー、2試合が行われました。 まず NFC はアトランタファルコンズがロサンゼルス・ラムズに対して26対13で勝っております、まあ、アトランタファルコンズといえば、ねあのー、メルセデス・ベンツスタジアムでしたっけなんかもうすごい綺麗なスタジアムが最近できたスタジアムがあってこの NFL のアトランタファルコンズとメジャーリーグサッカーのアトランタユナイテッド FC だったかなというあー、まあ、チームが使っててて、ね、結構、圧巻な。 まあ光景が <laughs> 繰り広げられているわけですけどもいやあんなスタジアムねちょっと一,一度見てみたいですよね、本当に。えー、一方、AFC はテネシー・タイタンズがあ1点差だったんですね、えー、22対21で、かがくもカンザスシティチーフスを破って、えー、ディビジョナルプレーオフに進出を決,定あの決めております。まあ、テネシーもですね最近はあのーまあ、こののタタイタンズの、あのー 好ああ成績もそうですけども、まあ、あ NHL、アイスホッケーのプレデターズもスタンレーカップで結構いいところまで進みましたしまたメジャーリーグサッカーの新しいこのフランチャイズといいますか、ね、新加入のチームがこのテネシー州ナッシュビルのチームが決まっているということで、ね、テネシー州の,あの、まあ、スポーツ界も盛り上がるのではないかとは思うんですけども。 さあ、えー、ワイルドカードプレーオフ残る2試合は、えー、バッファロービルズ対ジャクソンビルジャガーズそしてカロライナパンサーズ対ニューオーリンズセインツですね、えー、日本時間の今日の、えー、明日の未明って言えばいいのかな、えー、放送は日テレジータスあとダゾーンでもやるのかなそのあたりで放送が予定されていますまあ録画で BS1 が放送するかと思いますねまあチューニープレミアムというまたラジオのアプリを撮っている方 まあプレミアムというまあちょっと有料にはなるんですけどそこに入るとまああの現地のローカルの,の NFL 中継聞けますしまたウエストウッドワンというまあ全国向けの放送でまあえこの、FL、NFL 中継があるということなのでぜひあの検索して聞いてみるというのもいいかもしれませんね。 NJ u、J、さんからコメントいただきました、えー、女子サッカーは、えー、先の読みづらい展開でしたね、えー、女王の十文字、えー、おなじみの時澤義学園に日の本学園がベスト8に残れずいや本当そうでしたね、あのー、こう女子サッカーのテレビ放送が始まって数年経ちますけども大体こういった今 NJ さんが挙げ,挙げてくださいました十文字だったり時澤義学,学園だったり日の本学園というイメージが強かったんですけど、まあ、その代わりに、えー、岡山の作業や振、えー、興の 新興チームの大阪学芸が台頭、えー、特に美人の監督さんが印象的だった作用が、えー、まさか決勝戦まで上がれるとはびっくりということでコメントい,ただいております、まああのー、この作用、ね、えー、TBS の中継ではあのー、試合が終わってすあまり時間がなくまあ、まああの放送終了してましたけどもこう涙を目にためた姿が、ね、一瞬映っていてちょっと、ね、それが印象的だったですけども。 はい、えー、続いてですねアイスホッケー、まあ、日本はあのー、ピョンチャンオリンピックを逃し,た <laughs> 逃しましたけども、えーっとですね、アジアリーグの、まあ、オープン戦といいますか、えー、ジャパンカップというものがですすね、えー、行われております、えーっとですね、札幌の月寒と、えー、青森の八戸で、えー、試合が行われておりましたけども今日はですね この2試合ですね、えー、札幌月寒大会で行われた北海道ダービー、えー、日本製紙クレーンズ対オージーイーグルスはあ7対1結構点差つきましたね苫小牧のオージーグルスが釧路の、えー、日本製紙クレーンズを7対1で、えー、点差をつけまして圧勝しております、えー、青森県八戸の、えー、テクノールパークで行われましたトークフリーブレイズ対栃木日光アイスバックスは えー、アウェーの栃木日光アイスバックスが、えー、5対2でホームの方で東北フリーブレイズを破っております、えー、アジアリーグアイスホッケージャパンカップの試合結果をお伝えしました、まあ、アイスホッケー関連で言いますとあの琉球大学のアイスホッケーチームがインスタグラムを開設したということをフェイスブックのホームページでああ、フェイスブックのページに上げておりましたぜひぜひあの興味がある方アイスホッケーのファンの方いましたらえっと 琉球大学のインスタグラムも、えー、フォローしてあげてください。まね、ちゃんとあの <laughs> まあ,あの継続してね更新してほしいということありますけども <laughs>、はい、えー、よろしくお願いします。えー、グランドスタンド講座お送りしておりますが時刻6時42分になっております。再びお知らせに参ります。 沖縄市 FM 小座からグランドスタンド小座、えー。生放送でお送りしております。えー、時刻は6時44、四分になったところです。それ、ちょっとスポーツの話題から離れまして、えー、っとですね、ちょっと私事といいますか。この地域の情報をお送りします。お送りというか、あのー、一つ紹介しましょう、まあ。私の家のポストに、昨日。 あの、入れられてた、あの、ものなんですけど、こう、地域の皆様へということで、はい、えー、沖縄市立小座中学校創立70周年記念、式典祝賀会のご案内ということで、勝手に告知させていただきます。ね、うちのポストに入れたからにはね、告知しろっていうことかもしれないので、ね、はい。えー、本校は、 昭和23年に創立され着実歩みの下今年度で70周年を迎えておりますこれも一重に地域の皆様のご支持ご支援のたわものと感謝申し上げますつきましては創立70周年を記念して記念式典および祝賀会を開催いたします えとまあ、ご多忙のこととご存じますが、ともに日本今日で70周年を祝いたいと思います。ぜひ、えー、お隣ご近所、お誘いの上、えー、ご出席くださいますようご案内申し上げますということで、まああの、2月4日日曜日、えー、午後2時から式典、えー、午後3時半から祝賀会を、ですね小座中学校体育館で行われるということですね、えー、式典では、まあ、授業経過報告、式辞、 えーまあ、感謝状贈呈やら祝賀会ではえセットによる幕開け鍵屋でふ、えー、吹奏楽地域の方たちには小竹梅、えー、姉妹英サーなどを披露していただきます姉妹はかたちでともに祝いましょうというふうに書いてありますねえー、と2月4日日曜日江古田中学校体育館午後2時からえー 創立七十周年記念の式典祝賀会が行われるということです, <laughs> えっとですね <laughs> 式典祝賀会ではアルコール類の提供はございませんだそうです、はい <laughs> えー、そして駐車場はございませんので車でのご参加は遠慮くださいという注意書きがあります <laughs> えまた二枚目にですね、まああのー、この創立七十周年記念事件の募金主意書ということで <laughs> えまあ まあ、バスケ部を中心にいろいろ文化面だったり、まあ、活躍しているということで、ね、スポーツに関しても、まあ、伝統の小田中学校天下の小田中学校初めて来たけど <laughs> なお世に知らしめていますということで <laughs>、はいえーまあ、あのこの創立70周年記念事業内容として学校記、まあ、旗ですね、製氷記やら学校舎記念写真発行等といろいろお金かかるということで募金集めているそうです。 はい、えーと、なんか余裕が、懐に余裕がある方、心に余裕がある方はぜひあの協力してあげてください。えー、以上、小座中学校創立70周年記念の式典、祝賀会の案内を勝手に行いましたはいえー、ね昨日はですね、私、小座中の、まあ、母校にあるんですが、えー、同窓会も無事行われまして、館、え、長、ー、の皆さんありがとうございました。 はいえっ、ー、となんかすっかりラジオの人だと思われてますが私本は本業ラジオではありませんので、えー、同級生の皆さんあのご理解のほどよろしくお願いしますえっ、ー、とツイキのサクサクさんコメントを届いておりますねえカズキさん明けおめです今年もよろしくお願いしますということではいサクサクさんありがとうございます、ね、去年年末ねいろいろあのご飯食べに行ったりとちょっとねお楽しかったですねシンガー Z さんカズキさん成人おめでとうございます違います私三十です <laughs> 今度三十になりました。<laughs> <laughs> 成人式もね、ちょっとあのー、あの時はあまり、なんだろう、今以上に、今はまた違うひねくれ方というか、あの不良ではないですよあのあの、ね、あんまりちょっと行きたくないなって感じで成人式も行かなかったんですけどもね、その後あのー、中学高校同窓会もあの時は行ってなかったんで、今回は、えー、どちらも行かせていただきました。ねはいあのー、本当に いろいろ喋りたいと思いましたけども <laughs> 記憶が曖昧になってきたのでなかなか話に花は微妙に咲いたかなぐらいですねはいね幹事の皆さん本当にお疲れ様でしたありがとうございましたちょっとごめんなさいプライベートな話でしたねえっとですねえっと n h j さんからコメントいただいております男子の高校サッカーとラグビーがほぼ同時キックオフかバレーボールもやってるからなさすがに3画面同時はできないということでそうですよねー いやうちの部屋です、ね、父親があの,のおかげで,です、ね、3台の画面が見られるようになりまして <laughs> それでも、ね、やっぱ集中できないから結局試合内容は頭に入ってこないんですけど、まあ、そんな感じで、えー、状況を見守っていこうかなと思いますが明日はちょっとは、ね、勉強なり外出なりしてみようかなと思っております。 ままたた。トの話をしてしてった <laughs> 放送時間残り5分少々なっておりますのでここでフットサル F リーグの駒澤ーーセントラルでの結果をお伝えしましょうとですね湘南対浜松5対2で湘南が勝ちました名古屋対デブソン神戸3対1で名古屋オーシャンズが勝っております町田対府中2対2のドローでしたそして府 フーガドール墨田対バルドラール浦安、まあ墨田対浦安は八対零。あ、だいぶ差つきましたね。墨田が浦安を下しております。えー、エスポラーダ北海道対ボスコーレ仙台、この後夜 c キックオフです、えー。J スポーツとアベマ T. V. で放送があるということですね。えー、フットサル、まあ今日は。 県の女子リーグも行われたということでそのあたり含め、まあね、12月30日の、あのー、イベントも含めてイマ、えール・あ,あやさんとネイマールサツキさんの「イエス・ケンブリッジ」予定、あのー、通常通り予定通りであれば夜9時放送があるかと思いますのでぜひ。 えー、この後も引き続き76.1メガヘルツで、えー、お楽しみください、えー、そしてこの後夜7時からはまちづくりラジオ、えー、荒垣さん久々の登場ですそして夜8時からの SPC が、えー、今夜ゲストがいますよ、えー、とですねずんばの講師で <laughs> FM 技能はモーニングエイトと,、えー、っと <laughs> FM 読みたんで今日から始まりました「笑う音楽マン」という番組のパーソナリティをしています金子麻世さんが 今夜はゲストだということで、えー、マヨーファンの皆さんはぜひこの後もね <laughs> 引き続きの 16.1MHzFM 講座の日曜日の夜プライムタイムもお楽しみくださいまナ、あのラフラジオがなくなって少し寂しい気はしますけどもねはいえっ、ー、とちょっと時間が余ったのでこの年末年始で買った本いくつか紹介したいんですが一冊だけ紹介しようかな 黄色の表紙に、えーっとですねえー、サンロッカーズ渋谷のロバート・サクレ選手がこう両手をバーッと広げてですねこうバスケットボールが周りにバーって描かれている本なんですけどもちょっと今までのバスケットボール月刊誌とは少し趣が変わった、まあ、んてうんだろうインタビュー中心で少し、ねあのー、変わった見方というかタイプのこう月刊誌ですね。 こういうい幅の広さがさすがバスケットボールの文化というか世界だなと思うんですけども、まあ、ロバート・サクレ選手もですしあの岡田裕介さんね、ね、えー、公認会計士いろいろなんかたくさん仕事やってますけども、えー、それからあのツイッターの問題児って言っちゃっていいのかなサインフネオ・フェニックスの英樹選手だったりあのイケメンの石田航輝選手もいますし、まあ、そういった方々とのインタビューですねいろいろそういった少しサブな話題の。 バスケを取り上げた、まあ、月,月刊誌というか、なんというか、まあ、そういうムックが出ております、えっと、大志社っていう雑誌あのー、出版社かな、はい、ダブドリという月刊誌、月刊誌じゃない、や、その、えー、ムックを、えー、ちょっと買ってみました。 なんかねえっと、キャッチフレーズがバスケで寄り道しませんかという <laughs> はい、ね、なんか本当に寄り道しまくりな感じがしますけど <laughs> まあでも結構、ね、あのこう英語の実況について書かれてたりだとかこうスタッツのサイトどういうところがいいか、まあ、NBA のスタッツのサイトについて書い,書いていたりだとかファッションだったり。 なんかバスケ映画について取り上げていたり、まあ、これを、ね、いろんな競技のバージョンでできたらいいなーって思いますけどもね, <laughs> ねぜひ、まあ、時代に逆行はしてるかもしれないんですけどもそういった、あのーまあ、こういったね、えっと、ちょっとサブのタイプの専門誌が出てきても面白いのかなと思いますけどもだですがねフットサルピボに続いてナビフットサルナビもね えー、休館ということになりましてね、なかなか厳しい出版業界だとは思いますけども、ぜひ、あのーまあ、19年、20年とビッグイベント控えておりますので、何か面白い本があったら、なるべく私も買い集めてみようかなと思ってますので、そして、えー、番組で紹介できたらなと思っております、はいえー。新年1回目の放送もあと放送時間1分になりました。 えー、来週14日は、えー、ラピス飛鳥スさんの、えー、ゆるゆるラジオ、そして21日は、えー、中里慶吾さん、バーブローのバーテンダーの中里さんの、えー、昼から語りバーのスピンオフをお送りいたします。でちょっとね、28日放送できるか分かりません、えー、下手したら来月まで、えー、<laughs> 私はお休みかもしれませんね。<laughs> はいえー、6時間お聴きいただきました、えー、グランドスタンド講座。 この辺でお別れです。それでは、この後は、夜7時からは、まちづくりラジオです。荒垣さんの番組も引き続きお聞きください。この後もダイアルはナー七十六点一メガヘルツでお願いします。